吉田さん、ポンコツのポの字はポコチンのポじゃないですかね。でも、運が分かんないですよね。運がないですね。まあ、それでね、やっぱり前提条件として吉田さんが言われるように、俺は自分の人生を変えれるよ。自分の性格でも人生でも変えれるよって人は変えれるんですよ。でも、いや、性格は変わんないよとかね、人生は変わらないよっていう人は変わらないでしょうね。だってスタートラインでもこれだけ違うわけですよ。 スタートラインで諦めて自分を固めてしまってる人と、自分は何にでもなれる。どんな変化でも起きうる。奇跡はあるんだとかね。偶然はあるんだ。必然はあるんだって思える人と、やっぱり全然違う方向行くでしょうね。うん。でね、吉田さん、あの、経営者に限らず、本気でビジネスや本気で人生を生きてると、ものすごく早く時間が回るんで、相対時間としては他のよりも早く、他の人よりも早くね、結果が見えるんで、まあすごい得だなと思うんですよ。 で、私がサラリーマンとしてゆるゆるっとね10年20年30年勤めてたら多分分かんなかったと思いますけどもでも経営者をやってね10年足らずで3000万以上の借金作るとこれはね分かりますよねこの流れではダメだってことがだからそれは良かったかなと思います人の多分10倍ぐらいで生きてるから10倍ぐらいの借金作ったと思うんですよだからこそ人の10倍自分のお傷とともにね痛感したんじゃないかなと思います このスピード感でやれれば、まあ、あの、変えれないことはないかなっていうところありますよね。でも逆にですね、多くの人ってすっごくゆっくり生きてると思うんですよ。例えば30年がかりで1億とか2億を稼いでるんですよね。それじゃあ30年経って気がついて、あれ違ったかなって時にすでに方向転換できないじゃないですか。かこんなのんびり生きてきていいのかなと思うんですよ。次があるさ、明日があるさっていうね、なんかそのサラリーマンを応援するような歌がありましたけども、 これがね、本当にね、ダメの典型ですよね。次はないんですよね。今日頑張るものにしか明日は訪れないんですよ。誰かが言ってましたけども。いや、まさにその通りで。いや、今日しっかりと結果を出したから、良きにつけ悪きにつけね。だからその結果をもとに、明日がその次のステップからスタートするわけじゃないですか。でも何一つ結果を出せなかった。ああ、もうすでに挑戦すらしなかった。 億万長者合宿に参加したら稼げるんですかっていうふうに言って結局参加しなければじゃあ億万長者合宿に参加しなかったら稼げるんですかって質問をこちらからさせてもらいますよ。ということでねもう本当に時間感覚が全く違うなと、うん、う本当にね急がなくちゃって感じですよ何をチンタラしてるんだと語りかけたいですねはいじゃあいってらっしゃい